今日は後悔しないカメラ、レンズへのお金のかけ方、ご紹介していきます。どうも、ケイスケです。めちゃめちゃ天気がいい。実はですね、昨日まで僕のね、コミュニティの屋根裏っていうコミュニティ運営してるんですけども、の、メンバーで合宿に行っておりましてですね、まあ1日目曇りだったんですけど、まあ今日は見事に晴れてますね。はい。1日目晴れてほしかったけど。でもまあすごいコミュニティのメンバーなんかね、いいやつが多くて、本当にいい写真もたくさん撮れたので、またね、ちょっと動画で紹介したいと思います。はい。で、今回なんですけども、ちょっとね、お金のかけ方的なところの話ですね。なんか結構コメントとかでよく言われるのが、レンズ次何買ったらいいですか？カメラ何次買ったらいいですか？というところ聞かれたりとか、あとは今これ買おうと思ってるんですけども、このカメラ買うならレンズの方がいいですよね？とか、なんかそういうね、具体的なコメント多いんですよね。で、まあ人それぞれなんで、ピンポイントで答えられるわけではちょっとないんですけども、まあやっぱりそういうコメントがね、すごく多いんで、カメラ本体とレンズ、じゃあどっちをどういう風に優先的にお金かけていけばいいんじゃという話を今日はね、ちょっとしていきたいと思います。で、結論から言うと、カメラとレンズすでに持ってる状態であれば、次お金をかけるべきはやっぱレンズです。まあ、カメラをだんだんとレベルアップさせていくのも大事なんですよ。大事なんですけども、やっぱりね、レンズを買った方がいろいろ表現の幅が広がるんで、まあ、ちょっと事例とか作例とか見ながら、トークしていきましょう。それでは早速いってみましょう。ケイスケの動画。はい。でもまあ、さっきね、結論から言っちゃったんですけども、お金かけるべきは、まあカメラある程度のものが揃ってるのであればの前提なんですけども、やっぱレンズです。で、ちょっとチェックしてみてほしいんですけども、これね、レンズ同じ、まあ、レンズ同じというか焦点距離とかね、全部 F 値とかっていう要は要素を同じにして、同じ風に撮れるようにして、カメラは別でやった写真、こんな感じ。まあね、まあ、見る人が見ればわかるのかもしんないんですけども、僕はね、分からんですね。まあもちろん同じ写真で比較するとね、分かるのかもしれないんですけども、まあ気になるかって言われると、正直気にならないレベルで違いは分からないです。で、対して、レンズが違ってカメラが同じ場合、こう。ね？撮れる映像全然違くない？まあ写真も動画もそうなんですけども、やっぱりね、撮れる絵が変わるっていうのはこのレンズで変わってきます。で、レンズにはいろんなね、要素があって、レンズってこうね、まあ、見る人が見たらわかるんですけども、ミリ数っていうのがあるじゃないですか。これだと28って書いてあるところから75ってところまでいけます。これは焦点距離っていうものなんですね。28ミリっていう、要は広く撮れるよーところから75ミリ、ちょっと狭く撮るよっていう、要は望遠っていうんですけども、広角から望遠までをカバーしてるズームレンズっていう感じになります。とか、あとは F 値っていうね、ここに F2.8 って書いてあるんですけども、この F 値っていうのが、まあ、要は明るさとかボケとかをね、司る部分だったりするので、まあそういう要は焦点距離、広く撮る、狭く撮るだったりとか、F 値っていうのはレンズに依存してきます。カメラじゃなくレンズに依存します。だから当たり前なんですけども、これね、ここにあるのは 85mm っていうやつなんで、まあ狭く、ちょっと望遠気味で撮るよっていうレンズなんですね。このレンズで、広角の表現をすることはできないです。このレンズで広く撮ろうって思うこともできない。で、まあ、よくあるのは、そのね、大きさになるまで、ちょっと、まあ、足で下がればいいんじゃないのみたいな話ももちろんあるんですけども、やっぱり広角と望遠では、こんな感じでね、全然撮れる映像は違います。同じ大きさで物を撮ったとしても、周りのこう、物の入れ具合だったりとか、あとは背景との距離感っていうのが、写真パッと見た感じでも違いますよね。まあ、なんで、明らかに、こう、望遠と広角とかね、焦点距離が違う、要はミリ数が違うっていうところでは、違う絵が撮れるよっていうのが、このレンズの特徴になってます。対して、カメラ本体変わるとどうなるのって話ですよね。ここに α7-3 も、ボロボロ。もう使いすぎて、もうかなりね、年季が入ってますね。はい。この α7-3 とかあるんですけども、まあ僕が今使っている α7S3 だったりとか、まあ α7-4 だったりのカメラがあって、そういうカメラね、僕いっぱい持ってますけども、なんで買い替えるんじゃと。どういうところが違うんじゃってところで言うと、まあ、いっぱいあるんですよ。いっぱいあります。いっぱいあるんですけども、まあ撮れる映像、画質みたいなところで言うと、1個は色味ですね。
今回の α7-4 とか α7-S3 ソニーのねカメラのシリーズって色味がすごい良くなってるんですよね。でこの α7-3 から比べるとだいぶですねなんか色味がマイルドになってるっていうか肌が綺麗に出るようになってます。まあそういう色味の部分だったりとか、あとは暗いところでの性能だったりとか、まあ、Wi-Fi のね、つなぎやすさだったりとか結構細かい部分はブラッシュアップされてるんですけども、ぶっちゃけその実用的にめちゃくちゃ変わるかって言われるとそんなに変わんなかったりするんですよね。なんか努力でカバーできる部分っていうか、なんか例えばなんですけども色味の部分、色味ってまあ大事は大事です。やっぱ撮った時にいい色味で撮れたらうわすげえなって思うじゃないですか。だから撮った時の色味っていうのもめっちゃ大事なんですけども、ある程度ですね僕はロー現像っていうのをしちゃうんですね。まあローっていうとあのちょっと重たいデータでいっぱい色がいじれるよっていうデータで、でそれを後からまあ Lightroom っていうソフトを入れて、でそこで色編集色加工をしちゃうという感じで写真を出します。なので正直色編集をしちゃうとあんま分かんないんですよ。まあただね自分は出したい色っていうのがすごくあるので、まあその色にしちゃうんですけども、そういう色編集をするのであればそんなにカメラ本体の色味っていうのは依存はしてこないかなという感じです。でもちろんねいい色味で撮れる方がいいのは当たり前なんだけども、まあ、カバーできるよっていう話ね。であとは暗いところでの性能とかも結構カメラによって違うんですけど、暗いところでそんなめちゃ撮るかっていう話ですよね。まあ、もちろんキャンプめちゃくちゃします、僕夜キャンばっか撮りますだったら暗いところに強いカメラ買った方がいいねっていう風にはなるんですけども、まあ一般というか普段ね常に暗いところで撮影するわけじゃないじゃないですか。なんでそれ考えると暗いところでの性能っていうのもまあある程度カメラに依存するとはいえビビたる差なので、まあそんなに気にしないかなと。あとはこういうレンズでね、レンズにも F 値っていうのがさっきあるっていう話しましたけども、この F 値が小さければ小さいほど明るく綺麗にやっぱ撮りやすくなるので、なんかこういうレンズでカバーできるっていう面でも、まあ、カメラ本体は大事だけどそこまでお金をかけるべきポイントでもないかなっていう感じではあります。まあ、ただねこれはね変に受け取ってほしくないんですけども、買いたけ買った方がいいですテンションが上がるのはカメラ本体だと思うんでレンズもテンション上がるんですけども、やっぱカメラ新しく買ってうわやばいって思った時のテンションねすごいですよね。やっぱその人ってそういうモチベーションとか買った時の感動に引っ張られる生き物なんで、欲しいと思ったらそれは買った方がいいです。別にカメラ本体を買うのが間違いではないけど、どっちかどっちをお金かけるか迷ってるんだったらレンズの方がいいんじゃないっていう話です。ケイスケの動画でケイスケさん分かりましたと、僕これからレンズ買いますという風になった時にレンズどうお金をかけていけばいいのかっていうのもまあ分かんないですよね。ってことで、ちょっとまあ買い方的な次のステップに行くためのレンズ選びというところのポイントなんですけども、基本的には自分の持ってない焦点距離、さっきの言ったミリ数の話ですね、ミリ数の部分のレンズを買った方がいいです。例えば最初にね 55mm、はい、このレンズ僕このレンズから始めたんですけども、このレンズを買いましたと。これ 55mmF1.8 っていうレンズです。でこのレンズから始めて、でじゃあこれ以外に1本レンズ買いたいっていう場合は基本的にはこう望遠側行くか広角側行くか迷うんですけども、この 55mm から離れてる望遠広角どっちかを買う方がおすすめです。例えば 55mm から近い 35mm っていうレンズだったりもあるんですけども、 35mm とか買うとやっぱね似てるんですよね。ちょっと出る絵が似てる、まあ、やっぱ撮れる写真っていうのが似てるんですよ。なんでこのレンズ持って 35mm 持ってたと、まあ、どっちかでいいかなってなっちゃう。対して例えば広角で、ここにある 20mm のレンズとか、 20mm って結構こうバッて広く撮れるレンズですよね。その 20mm のレンズだったり、まあ、あとはちょっとねもうちょい行きたいけど 85mm のレンズだったりっていうのはやっぱ撮れる絵がちょっと違ってきます。まあもっと望遠もそうなんですけども、そういうレンズを買った方が全然違う写真っていうのは撮れるんで面白いはず。なので自分が持ってるレンズのミリ数見てもらって、そっからできる限り離れてるところのレンズをね買うのがおすすめです。で望遠がいいか広角がいいかっていうのはもう人それぞれなんで、あもうちょい広く撮りたいなと思ったら広角買ってほしいし、もうちょいねぼかしたい、周りぼかしてこう被写体切り抜きたいみたいなね写真を撮りたいんだったら中望遠望遠の方行ってほしいんですけども、まあえてどっちかっていうこう指標を与えるのであれば、風景撮るんなら広角かなと思います。人を撮るんなら望遠中望遠ですね。まああと鳥とかそうなんですけども、なんか撮りたいものがもう決まってる場合、この動物撮りたい人撮りたいっていうのが決まってるんだったら望遠に対して、なんか全体をなんとなく撮りたいんだよねっていうのであれば広角がおすすめです。
はい、結構丁寧に今回話してないね。はい、でここまで話してきて、まあさらにちょっと深掘ってね、まあ僕ソニーのカメラしか持ってないんで、まあパナソニックのカメラも持ってますけども、基本的にはソニーのカメラをねまだメインで使っているので、ソニーのカメラのレンズのおすすめっていうのもついでにご紹介しておきます。僕ね持ってる GH6、 パナソニックのルミックス GH6 に関しては、1260mm っていうレンズと45mmF1.2 っていうレンズがあるんですけども、その2つのレンズで完結しちゃってるんで、もうそのレンズ買ってくださいっていう感じなんですよ、僕的にはね。でソニーのレンズに関しては結構ね選び幅っていうのが大きいので、まあ、これからカメラを始めるとか初心者の方向けにちょこっとしたおすすめをご紹介しておくとですね、まず、まあ、まだカメラ買ってない人、レンズ買ってない人っていうので、おすすめをご紹介するとすれば、最初に買うべきレンズはまあ2本のうちどっちかかなと思っていて、1本はさっき紹介した55mmF1.8 このレンズですね。もうこのレンズめちゃくちゃいい、マジで。もう今も使ってますからね。僕これ5年前とかに買って今も使ってるんでボロボロなんですけど、まあマジでいいレンズですよね。テンションが上がる。はい。と、まあもう一本はやっぱズームレンズ。まあ僕このやっぱ、タムロンのレンズかな。タムロンの G2 のレンズ。これがいいかなと思っています。これは 28-75mmF2.8G2 っていうレンズですね。で、まあ、さっきの、ね、レンズよりは一回り大きいんですけども、広角 28mm の広角ぐらいから始まって、で中望遠 75mm っていうところまで撮れて、で F2.8 っていうね、F 値が低い状態で広角も望遠も撮れますよっていう結構画期的なレンズです。で、まあ、今ねソニー用としては結構軽いのがたくさん売られてるんですけども、本当ねこの軽さ、これ 550g 540かとかのグラム数なんですけども、かなりこのレンズの性能では軽い方です。なんでまあ最初に買うのに2本まあおすすめするとしたらこの2つで、まあプラスとして僕も今使ってるんですけども 28-200mm ですね。はい、このレンズも結構おすすめ。 28mm から 200mm っていうねすごい望遠まで撮れるんですよ。でただF 値さっき言ったこっちは F2.8 っていうので全部撮れるんで、なんか望遠側も要は明るく暗いところでも綺麗に撮れやすいよってやつなんですけども、こっちのレンズに関しては 28mm 広角側では F2.8 です。で望遠側では F5.6 っていう数字になっちゃって、ちょっと暗くなるんですよ。なんだろう、なんで、望遠側に行けば行くほど暗いシーンではちょっと撮りづらくなっちゃう、ノイズが入りやすくなっちゃうっていうんですか、まあ、画質がちょっと悪くなるみたいな感じで捉えてもらえればいいと思うんですけども、になっちゃうので若干扱いはやっぱ難しいんですよね。旅行とかにはすごい便利なんだけども、なんで僕もね今現役で使ってるんですけども、まあ、若干扱いは難しいよってところで、最初2本こっちの方がおすすめっちゃおすすめかな。こっちの 28-200mm 買うんだったらもう1本僕は持ってた方が面白いかなっていう感じがします。で2本目のレンズ買うとしたら僕はこの辺かなっていうのを持ってきました。1個は広角 20mm ですね。はい、これはシグマのレンズで 20mmF2 っていうレンズで、普段はソニーの 20mmF1.8G っていうねソニー純正のレンズもあるんですけども、そっちも使ってます。まあ端的にどっちを選べばいいかっていうと、写真向き、写真メインの人はこっちのねシグマの F2 でいいと思うし、動画をメインにする人であればソニーの 20mmF1.8 でいいかなと思います。まあ理由はね別の動画で説明してるんですけども、そういうイメージでいいと思います。であとは、中望遠帯、僕この辺好きなんですけども、中望遠もうポートレート撮るとき、人を撮るときはこれっていうのが 85mmF1.4 シグマのレンズです。まあ、若干この2本とかね、20mm85mm っていう要は広角になればなるほど、望遠になればなるほどちょっとね値段は高くなってしまうんですけども、まあ、ただいいレンズではあるんで、ぜひですねチェックしてみてほしいなと思います。ケイスケの動画、はい、ということで長々つらつらと熱く語ってしまいました。いかがでしょうか。もちろんですね、今回言ったことは全てではないです。どれにねお金をかけるのも人の自由だから、あくまで今回は僕のねおすすめを紹介してみました。こういう風に買っていけば、まあ一番幸せなんじゃないかなっていうね、おすすめを紹介してきたんですけども、もちろんそうじゃなくてね、カメラ本体買うっていう方法も全然あります。カメラでね、Wi-Fi のこう、ね、転送のね、機能が全然違うから、スマートにスマホに送れる方が私は SNS いっぱい使うからいいんじゃっていう人もいるし、あとはまあ動画性能とか特にカメラ本体で結構変わってくるんで、動画メインでやるよって人はカメラ本体も結構気をつけなきゃいけないしね。まあそういった意味でお金をかけるべき部分っていうのは本当自由です。まあ、ですが迷ったらこの動画見ていただいて、ああそうだ、ケイスケさんそう言ってたなと、
じゃあちょっと真似してみようかなっていう時にね、ぜひこの動画使ってもらえればと思いますので、チェックしていただいた方はたまに思い出して見に来てくれると嬉しいなと思います。ということで今回の動画いかがでしたでしょうか。楽しめましたでしょうか。今回の動画いいと思ってくれたら高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。で今回そのカメラマイクの中でゼンハイザーというので、こちらねサンプルでいただいたんですよ。サンプルでいただいて600はもともと持ってて、わざわざ比較のために買いました。これ200、これ3つ持ってせっかくなら撮影して比較していきたいじゃないかと、どれがええんじゃというところを今回はじっくりと比較していきたいと思います。